はい、皆さんこんにちは。 DDT プロレス所属のプロレスラーの勝本慎馬です。今日はですね、2月23日ということで、新宿フェイスで DDT の大会がございます。今日はですね、私試合がありまして、試合カードは大石誠、平田和樹、そして参戦していただいている飛鳥選手と僕で 4A ですね。この試合はですね、いつでもどこでも挑戦権という DDT 無差別級チャンピオンの竹下幸之助にいつでもどこでも挑戦できるという権がかかってまして、これを僕が取ったら竹下幸之助にいつでもどこでも挑戦できるんで、今日は勝ってタイトルマッチをしたいなと思ってますので、とりあえず今から新宿フェイスに向かいます。行ってきます。なんだよ、何撮ってんだよ。YouTube か。登録してあげてね。俺はしたよ、ちゃんと。うん、お母ちゃんも。はい、私の母もしたね。ありがとうございます。
年もでも実は平田さんから撮ってるんですよ。じゃあ2回目2回目のやつです。俺まで一度も撮ったことないもん。本当ですか。前回はすぐ撮られたんですけど、今回は明日も絶対自分から頑張ります。オールアウト下克上ですよ。オールアウト下克上、そうだ。あとあれだよ、6人タッグ橋本千尋の野郎。さっき何て言ったっけ。橋本千里って言いました。あいつはお前って言ってきたんだよ。あ、そうだね。あの太ももは、あの太ももかちまってありますよ。墓からの、墓からのうんぎゃんって言いました。新宿ベース大会が終わりまして、今から帰ります。隣にいるのは明日タッグを組む真央くんです。そうだよ、明日タッグを組みます。僕たちはスペースモンキーと、モンキーね、なんかね、お、後ろにいる後ろに変なの人が通った今。明日はちょっと楽しみです、僕は。そうですね。今日は 4A で大石さんと久々に戦ったんだけど、あの人やっぱりクソでした。クソ石だから、クソ石でした。でも騙される子悪いですよ、あれ。まあな、結果な、はい、信じちゃダメ、はい、うん。じゃあまた明日も頑張ります。バイバーイ。暴れろ。